気になる車を詳細検証するオーナーズアイ。今回は2023年11月に登場したミニカントリーマンです。カントリーマンはこれまでクロスオーバーの名前で日本に導入されており、フルモデルチェンジに合わせて欧州などと同じ名前に統一されました。新型モデルは刷新された内外装デザインとサイズアップにより SUV らしさが増し、最先端の先進安全機能などを採用しています。検証するモデルはジョン・クーパーワークスカントリーマンオール4。2リッター直列4気筒 DOHC ターボガソリンエンジンに7速ダブルクラッチトランスミッションを組み合わせた四駆モデル。車両本体価格は667万円。ボディカラーはチリレッドのルーフとミラーキャップに有料色のレジェンドグレー。それではカントリーマンを見てみましょう。オプションの電動シートです。2名分のシートポジションとドアミラー角度をメモリーできます。太めのグリップの専用ステアリングです。ドアパッドから連続したデザインのインストは、再生ポリエステルを使用しています。センターコンソールは物理的スイッチの少ないシンプルな作りです。後方視界は不満のないレベルにあります。ペダル類は可愛らしい楕円形状で、オルガン式アクセルペダルは自然な体勢で踏み込めます。インストにメーターはなく、ヘッドアップディスプレイのみが配置されています。前方視界は良好です。ドライバーの状況をモニターするカメラを装着しています。それでは、セレクターレバー周りから見てみましょう。リバースに入れると、サラウンドビューシステムの映像がミニインタラクションユニットに映し出されます。また、ドアミラーの調整スイッチを運転席側にしておけば、助手席側ドアミラーが連動します。ドライブの位置でレバーをさらに下に操作すると、スポーツモードと切り替えできます。
パドルでギアチェンジできます。パドルはステアリング側にあります。左側のスイッチを引き続ければ、スポーツブースト機能が起動します。メーターのカウントダウンが0になる前にアクセルペダルを踏み込めば、最大加速で走行できます。パーキングブレーキボタンを押せば、P ポジションに入ります。フロントドアの先端にツイータースピーカーがあります。ドアパッド上部は肌触りの優しい再生ポリエステルのパッド。アームレストにはソフトパッドを使用しています。ドアミラー格納スイッチです。ミラー調整スイッチです。左右どちらかを選択して、ボタンを上下左右に動かすと、ミラー角度を調整できます。パワーウィンドウはすべてのドアで自動全開閉ができます。パワーウィンドウのロックスイッチです。ドアのロックとアンロック。ボトルホルダー付きのドアポケットとスピーカーです。オートマチックテールゲートの開閉スイッチです。閉じるときは引き続けます。レバーを2回引けばエンジンフードを解除できます。ロックが2個あります。インストは肌触りの優しい再生ポリエステルのパッドを使用しています。ステアリングにあるスイッチを見てみましょう。走行速度制御システムのメインスイッチ、モードの選択、スピードリミットインフォを選択してみます。セット。速度の設定。カントリーマンはフロントガラス上部に装着したカメラとフロントグリルに装着したフロントレーダーセンサー、前後バンパーに装着したレーダーセンサーと超音波センサー、前後左右に装着したサラウンドビューカメラで歩行者や障害物などを認識します。オーディオのボリューム調節。選曲。ダイヤルを回せばリストから選択できます。ソース切り替え、ショートカットメニュー、電話、音声操作、こんにちは。ご用件をどうぞ。
温度を下げて。 OK、 温度を下げます。左側のレバーがライトスイッチです。軽く操作すると3回点滅します。下に操作しても手を離すとオートの位置に戻ります。上に操作すると手動でヘッドライトを点灯できます。内側にリアフォグランプ、レバー先端のボタンを押すと、エクステリアライトメニューが表示されます。先ほどのシグニチャーライトは、走行ライトモードから変更できます。右側のレバーがワイパースイッチです。リアワイパーも装着しています。チルト&テレスコピックステアリング調整レバーです。レバーを下ろすと、ステアリング位置を上下、前後に調整できます。各種インターフェースを巨大な円形ディスプレイに集約したミニインタラクションユニットを全モデルに標準装備しています。メインメニューから様々な機能を呼び出せます。空調画面、運転席側の温度調節やシートヒーター、ステアリングヒーター、助手席側の温度調節やシートヒータースイッチです。ラジオ画面です。ボリューム調節。ミュート。メインメニュー、地図画面、スマートフォンのように指先で操作できます。電話画面、3種類の走行モードのほか、車内のライト演出などが異なる表情豊かな合計8つのモードを選択できます。トレイルモード、バランスモード、パーソナルモード、タイムレスモード、
ビビットモード。グリーンモード。コアモード。そして最後はゴーカートモードです。フロントデフロスター、リアデホッカー、ハザードスイッチです。パークアシストスイッチで駐車・出庫操作を支援するパーキングアシストを起動できます。走行設定メニューです。スマートフォンのワイヤレスチャージングとトレイを装備しています。横並びのカップホルダーと再生ポリエステルのパッドを蓋にしたボックス、大型のトレイがあります。トレイの後ろ寄りに USB ソケットが2個とアクセサリーソケットを装備しています。ソフトパッドを使用したアームレストです。前後にスライドできます。サンバイザーにはチケットホルダーと照明付きの鏡があります。ルームミラーに ETC の車載機を内蔵しています。インテリアライトメニューの呼び出し。緊急時に専門オペレーターと通話できるミニ SOS コールです。車内撮影の他に盗難防止にも役立つインテリアカメラをオプション装着しています。ボディ右側にワンプッシュで開く給油口があります。廃屋仕様でタンク容量は54リッターです。ラゲッジルームカバーを取り外すには、左右のリテイニングストラップを外します。そして、左右のカバー本体を後方へ引けば、カバーを取り外せます。
右側にはショッピングフック。照明とボックスがあります。アクセサリーソケットも装備しています。左側にはショッピングフックとポケットがあります。ラゲージフロアの下に収納があります。牽引のアイボルトとタイヤリペアキットを搭載しています。リアシートを4対2対4で前倒しできます。リアシートの背もたれを倒せば、フラットで広大な荷室の完成です。テールゲートの内側に三角停止表示板を収納するスペースがあります。右側のボタンを押せば、テールゲートを閉じると同時に、すべてのドアをロックできます。アイソフィックスのチャイルドシートを装着可能です。前席よりも座面が高く、見晴らし良好です。頭上スペースには、余裕があります。センタートンネルは低めで、足元の前後スペースにも余裕があります。前席のシートバッグにポケットがあります。センターシートの足元に USB ソケットが2個とトレイを装備しています。アームレストにカップホルダーが横並びで2個あります。コートフックがあります。前席と同様に優しい手触りのドアパッドです。アームレストにはソフトパッドを使用しています。窓を約8割開けられます。スピーカーとボトルホルダー付きのドアポケットです。背もたれを4対2対4でリクライニングできます。4対6で前後スライドもできます。
状況に応じて荷室または鉱石スペースを広げられます。手触りの優しいインストの赤い模様がとてもおしゃれです。グローブボックスです。助手席のサンバイザーにもチケットホルダーと照明付きの鏡があります。フロントドアの先端にツイータースピーカーがあります。スピーカーとボトルホルダー付きのドアポケットです。助手席の電動シートもオプションです。今回、カントリーマンを見てきましたが、遊び心が売りの高級 SUV といった印象を受けました。遊び心といっても、BMW が作るだけあって、最先端の技術が注ぎ込まれた真面目な SUV です。ミニと呼ぶには少々大柄なボディですが、余裕ある快適な移動空間に楽しさが加わった。可愛らしい車だと思います。長時間お付き合いいただきありがとうございました。今回はここまで。次回のオーナーズアイでお会いしましょう。